ひろさん、前言ってた絶対に見つからない場所、今回もやろうかな。え、もう信用できないんですけど。いや、前回は見つける人が上手かっただけで、ひろさんが鬼だったら絶対バレなかった。え、僕すぐ見つけられますけど。じゃあ鬼ある？それはやだ。ひろさん、はい、最初から決まるから。え、そうなんですか？矢印置くとこさ、左側の、うん、左側にちょっと俺と同じとこ合わせて。はい、わかりました。はい、これ上、上、これ上、これ。そう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 。わあ、あおー、え、ここ何ですか？え、すごいすごい、うなちゃんここすごいんですけど。すごくね、これ、これ見つけた。これこそ塗りなしかくれんぼじゃないですか。うどべ？でもうなちゃんこれ、しかも見てした。ん？ん？え？これ、鳥の巣が中に埋まっちゃってんの。え、僕なんかちょっと母性芽生えて、この卵誰にも渡したくないんですけど。いやな、温めとるやん。そうだよ。元気に育つんだよ。こっちならほら、見つかってもほら。元気に育つんだよ。いやさ、こっち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 。じゃあダメ、今離れたら狙われちゃう。鳥に、別の鳥に卵を食べられちゃう。ダメダメダメ、僕がこの子たちを守るんだよ。大丈夫、食べられないから。あ、鳥いるよ、下に。これ嫌じゃない？どれ下に。あっち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 。てかこんなことしたらバレちゃうよ。どこ下に鳩いるよ。鳩どこ？鳩いいんじゃん、下に。どこ？え、見えないの？見えない、僕。ああ、そうなんだ。俺しか見えないんだ、この鳩。怖っ。ぬちゃん、子供の名前決めた。ああ、さっきの。うん。ああ、何？ポッポちゃん。そのまんまやん。でも、ここさ、バレなさそうじゃない？今、ちょっとひろさん立ってたから、気まずいけど、うん、またなんかちょっと、怖い。確かに、バレなそう。でもこれ、バレたとしても捕まえらんないんじゃないですか？下から撃てばいい。あ、でも、バレたら終わりなのか、そもそも。そう。なるほどね。バレないだろ、ここは。でもこの前もそう言ってバレたんですよ。ホホトポポ行ってあと追い返されたね。うん、もうなんか真下いるよ。ホホトポポ行っちゃった。ああ絶対バレなくね、これ。え、絶対バレないんですけど。ここってビーコン立てられるのか試してもいいですか？はいよ。あ、取った。え、取ったんですけど。いつでも来れんのじゃん。え、立ったんです。え、すごっ。え、全然立つんですか？すごいすごい。これ見つかっちゃう。ちょっとさ、うん、いやだ、こっちの鳥にやってよ、それ。鳥になんで、なんでかかし立ててさ、他の鳥に取られないしよ。あ、確かに。あ、いいね。狙ってこない。守ろう、二人で。うん、ね、二人で守ろう、これ。守ろう。親だ、心配して見てんだ。なんてところに産んじゃったんだろうって悩んでんだろうな、あの鳩。鬼に鳩がいじめられてた。これ絶対見つかんないね。うん、これすごいべ。すごい。俺はみんな、ここはすごいわ。ここすごい。うん、前回のとこはあれだったけど。あ、終わるよ、鬼。ほら、終わった。落ち込んでるよ、鬼。ふん、捕まえられなくて。一緒に上から飛び降りる。うん、行くよ、じゃあ。はい。ゆうさん。せーの。よーように。おいらさん。おい。何やってんだ？ハトポップいじめやがって。ひろさんを怒らしたから。そうだよ。ひろさんが怒っちゃった。ハトをいじめた罰です。